こんにちは。What the Witness がバージョンアップしてパズルが増えましたのでやっていこうかという感じですね。ウィットカップっていうのがあって、それの第10回目の分のパズルを収録された状態になります。なのでこんな感じで、ここですね、ここがガバッと完全新規で収録されました。自分は前回はなんかお化け途中で嫌だって言って終わったんですよね。確か。そんな感じかな。それ以外はなんか、どんな感じだっけ。左側のルートはやってて、ああ、じゃあ、ゴーストだけ、途中でギブアップしたっていう感じだったのかな。ということで、やっていきましょう。まあ、上から順かな。黒点が2つ。いやー、ウィットネス系久しぶりになるとなんかこうコツがつかめなくて嫌ね。まだルールわからん。3。なんだろうね。なんだ、通る点が2点、3点、いや4点じゃんこれね。通る線の数は三角形の方のルールがすでにあるはずだから、そういうものではないよなっていう。横に対してしか伸びてないのが、おお、さっぱり。なんでこっちだと思ったんだろう。なんかこっちじゃないよなっていう感覚だけあったんだよね。なぜでしょうか。これでチュートリアル終わり？厳しいね。なんだろうな、これ。線そのものが曲がっ、この線そのもののルールだったりするかな？いや、2。長さ2とか？長さ2でゴールしないといけない。長さ3、1、2、3、4、1、2、3、4、3だな。角が3箇所違うな。それだとここが変だもんね。おいおい、やばいぞ。この見えなさはやばい感じがする。やばい感じがするぞ。なんでだろうね。なんかでもこいつの周囲の変化点に関するなんかだと思うんだけど、ここで4になるような概念の場所ある？あー、でも5以上いけるんだったらなんかここだけで考えてるのは違うのかな。これやばいぞ。これやばいな。すげえ長え、ここ。でも、なんだ。なんだこれ。なんかの個数なんでしょうね。個数、長さ、数は個数だけど、回数。なんか
盤面の分断した形状とかそういうものとは違うような感じはするけど、このこいつのあるマスの周辺に対するなんか曲がり方で線の曲げ方で決まってる。なんかこうちょっとずつ膨らんでるんだよね。規則性が見えそうなんですけど、その規則に名前を付けられないっていう感じ今。展示というか、一個増えるたんびにグリッドが一個ずつ増えたりしてるけど、最後に減ってる。ここが減るってことはさ、これが6を表していて、この位置でプラス1を表してるよねみたいな、なんかそういう感じなんだよね。このエリア内でなんかこの7っていう数字を表す何らかの記号を作んないといけないのかなと思ったけど、あと 2×2 で作ってるのも変な感じがする。2が表すのがこの2が表すのが このまっすぐの線もあれば、この形も2を表してるんだよね。同じ2なんだけど、この囲まれてる形状で考えるとさっきと違うじゃんってなるよね。なんだろうな、なんか伝えてるんだよなこれ。同じ2と3であってもスタートとゴールの位置によって各線は違う。こういう線の書き方だとなんか下をずっと這うように一個ずつ増やしていくっていうような見え方になってるっぽいっていうことに対して一言で表せるルールが見えないんだが、見えないんだよな。なんだろうね。これの何が5なんだろう。この盤面で5になる要素って何かある？線の長さとかそういうものではないし、盤面の切り方でもないし、2というものを表すサインのようなものだとしたら1対1に対応してないから。分からんな。これとこれが同じ2を表してるんだよねっていうことをどうやって解説すればいいんだろうな。囲まれ方で言うとこの2とこの3って同じような囲まれ方をしてるのに、これは2じゃないといけないし、これは3じゃないといけない。Thank you.
次行ってみる？やってみる？パターン多いか、パターン多すぎて分かんないか、これ。この子に対してここと同じ形状を作ってもなんかエラーというか怒られが発生してる感じ、まあ、左右逆だったんだけどさ、こういう形を作ってもダメだと言ってんだよねこいつ。こいつが複数の答えを許可しているよな今。なんだろうな、なんだろうね、この子が今言ってることは何なんだろうな。ああ、わかった。ああ、わかった、わかった、わかった。こいつの存在するエリアと接しているこの線の長さを表しているだけなんだ。長さだ。これは長さ2でしょうと。これは長さ3ですよ。ここでなんで気づかなかったんだろうな。こいつは長さ2ですよ。こいつは長さ1、2、3ですよ。これで全部今。説明できたね。長さ2、3、4、5、6、7。あー、理解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 。オッケー。時間かかっちゃったね。こんなもんですね。長さ7と長さ6を作りたいんだよねって言ってるんですね。同じ線で。同じ線で？1234561234567。これどうやって解けばいいんだろう。ルールは分かった上で今度は解き方を考えないといけないんだよな。どういう風になっていればこの条件を成立するのか。特に今回一つの盤面で6と7っていう違う数字が出てきた場合は、
こういう線だったらこいつしか触れないよねっていう、そこで差が発生するんだよね。でもそれを計算して求めるのはだいぶ厳しい気がしているんだよな。5と8、8が厳しそうだから8を作るのを考えた方がいいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、7と4、4の方が難しくない？逆に。1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、これも同じか。対称形になると7にはならないもんな。1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7。これは計算できない気がするな。その引いてみて結果ミーのゲームな感じがする。9引くのはまず大変だよ。デコボコを作んないといけない気がした。1、2、9、ここをこうやって沿わないといけないのか。多分その上で線を分割しないといけない。こういう感じのことなんだろうな。 1、2、3、4、5、6、7、8。 でも1減らすのは大変だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、増えとるやないかい。ここはなければよかったのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうだね、そうだね、そうなるよな。線の長さってアンダースタンドとかインサイトとかに出てこなかったんだっけ。長さ5、9から2を引かないといけない。これだと全然5じゃないよな。5の線ってどうやって引けばいい？ 5 の線って、これは5か。あ、じゃあこうか。こいつさ、線の長さを見てるから、これ逆に引いちゃうと多分ダメなんだよね。逆に引けないけどものの形をその内側の物体でなぞるか外側の線でなぞるかってあるじゃないですか、ウィットネスには。そこの選択を誤ると沼りそうな予感。類問7、7のまず形状を見たいわけよ。1、2、3、4、5、6、7みたいなのができるけど、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、本当だ。9は何でもありだね。9は分からんな。これは多すぎ？形になってね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、多いな。1、2、
3456789、あ、いけるかも。こうじゃないか。うん、わかればね。いくつ？ 10 をさ、4と4と2で分ける人いる？人間で。10は正直逆算できないので、なんか10っぽい線をなんか10っぽい線を引いてみるしかないような気がする。これは少ないかな。1234567891010、お、これで多いんだ。これで11。1234567891、足りないね。足りないよね。これはシンプルすぎるんだよな。1234567891。同じようなこの最短の経路を書いてると同じ。ただここがこう曲がるとちょっと変わるかもしらんやつで。1234567890。まあなるんだって感じだね。11。11さっきなかった？作んなかったっけ？違う違う違う、これ9じゃない？こういうのじゃダメ。全然足りないか。1234567891011。これをこっちに含まなくても別にいいんだもんなと思っちゃった今。こういう線も全然 OK で、これすごいよな。1234567891011121314151516。面白いけどね。こういう引き方、いや、こういうのがあり得るのかな。あるんだ。13、16じゃない。でもなんかできるだけ稼ぎたい方向性だよな、これ。1234567891011、惜しい。あと一歩。ただこれはフルで線を使い切ってるので、もっと変な線を引いてほしい。これでは足りない。これは足りるんだ。これも足りないな。足りないな。この子をどっちだろうな。囲まない方がいいのかな。このこいつらと。これはやったか。1,3,4,5,6,7,8,9,10,12。囲まないと こいつが入るからここしかなくなって。でここを削る他の入れ方は別にないけど、あ、でもこの辺の空間はそっか、なんかちょっと無駄に使っていいんだったな。そこを最短にする必要はないんだ。こういうことしていいんだ。いいんだいいんだ。14ってさっきは引いたやつと違ったっけ。違うか。なんさっきのアッシュじゃん、これは。さあ、こんな線引けるかな ?15。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ遠回りをさせるやつ。あ、ほんとだ。ばっかで。
これいくつ ?1234567891234567。多いじゃねえか。これは頑張りすぎた。最後がまっすぐだとしてもマイナス1か。これいくつだっけ ?15 だもんな。ああ、なんだ。17、さっき出たぞ。さっき出ませんでしたっけ ?17 って。これ答え途中で出てきちゃうのがあまり良くないね。自分が適当に引いたやつが未来の答えになる可能性あったわ。なるほどね。なるほどねですね。そうな。やるのであれば、もっと引ける線ってないか。最大で引ける線って何なんだこれ、この場合。一緒に囲うのはなしで、ここでこう暴れたいよね。こういうことしたいよな。これが最大か？あれ？これでもいいの？ここは頑張っ、一番頑張って多分これだよね。これがマックスなのかもしれない。17が最大かな。はい。といった感じで、ルート1でした。だこのルート1が異様に長かったけど、それ以降はそんなに長さはないので、まあ、ひらめけば、いけるんじゃないかなぐらいの感じで、とはいえひらめくまでは時間かかっちゃいましたね。いやすごいシンプルだったんだけどね、ルールは。いや見えなかったな。なんかなぜかこうなんか展示とかなんかビット変換した時の形状みたいな、なんかこの一つのマスが4を表していてみたいな、なんかそういう変な方向にちょっと頭が行っちゃってたんで、訂正するのに時間がかかりましたが、はい、じゃあ今回はここまで。お疲れ様でした。